歴史ある本堂の中央に鎮座する、黄金色に輝く阿弥陀如来像。7月18日、東京、築地本願寺には寺院を見学する観光客に混じり、神妙な表情の人々がいた。一人、また一人と、静かに祈りを捧げる人が現れ、去っていく。中には、涙を流している若い女性の姿もあった。その日は2020年にこの世を去った、三浦春馬さん、享年30の命日だった。三回忌を迎えた同日午前、生前所属していた、事務所のホームページにあるお知らせが掲載された。メッセージの主は、三浦さんの母親だ。事務所の方々にたくさん相談し、この度、築地本願寺に納骨させていただくことを決めました。これが、皆様のことを何よりも、大切に思っていた彼のために、今私ができることだと思っております。それは、旧姓から、丸2年、ファンが待ち望んでいたものだった。直後、築地本願寺のホームページにはサーバーがダウンするほど、アクセスが集中、冒頭のように寺院にも多くのファンが押し寄せた。築地本願寺について、宗教専門誌、宗教問題の編集長、小川寛夫さんが解説する。築地本願寺は、日本の伝統仏教で、最も信者数の多い、浄土真宗本願寺派の寺院です。信者数は、文化庁編の宗教年鑑による、関東での教えを広める拠点として、1617年に創建されました。広い本堂と敷地を持ち、何千人規模の法要も行えることから、芸能人や政治家の斎場として選ばれることも多い、聖地となるケースもある。本堂の片隅には、1998年に、築地本願寺で葬儀を行った、XJAPAN のハイドさん、享年33の、追悼コーナーがあります。この一角はファンが写真や手紙を持ち寄って、自然発生的にできたものです。芸能関係者今回、多くのファンが発表と同時に、遺骨の元へと向かったのには、理由がある。別の芸能関係者が明かす。所属事務所はたびたび、お別れ会の計画をアナウンスし、実現に向けて動いていた。しかし、コロナ禍で実現に至らず、一周期に、追悼のウェブページが開設された後は進展もないようでした。ファンにとっては、悲しみの気持ちをどこに向けていいのかわからない状態だったんです。なんとか、三浦さんの魂に手を合わせたいと思い、ドラマのロケ地や劇場を訪れたりした人も多かったようです。